同性パートナーシップ証明に関するこの、まあ、条例をめぐる、ごくごく直近の動き、ごくごく最新の動きについて、お話をさせていただきたいと思います。このことが最初に報道されたのが、2012年の2月12日でした。で、お手元の資料にもございますけれども、日経新聞の報道が、まあ、一番まとまってたので、ここでは、それを引用しています。同性カップルを結婚にする構想とする関係と認め、証明書を発行する条例案を3月区議会に提出することを決めた。4月1日施行の、2015年代の、年度内の証明書発行を目指すと。で、初めての全国でも初めての事例ですということでした。で、まあ、どういったことが問題になっているか、夫婦と同等に扱うよう協力を求める方針だ。法律上の効力はない。それからこの条例案は男女平等や多様性の尊重を、まあ、謳うということ、それからパートナーシップ条項証明を定めた条項を明記する、所定の条件が必要である、取り消しもできる、で憲法との関連に関する、話、それから、区議会の、まあ、動き、あと、まあ、昨年から有識者検討会を立ち上げて検討をしてきましたよという、まあ、ことに関する紹介です。で、これを受けて、まあ、この件でですね、大きくネットや、あるいはあの、まあ、新聞、テレビなどでも大きく報道されたようですけれども、3日後の、2月15日ですね、3日後に、ハフィントン・ポストという、まあ、ネットの、ジャーナル、メディアでも、大きく紹介されました。まあ、もともとこの、条例案を策定するにあたって、まあ、出すにあたって、中心的に動いた渋谷区議会の長谷部健区議会議員のインタビューの記事でした。で、発言の一部を抜粋して、これも資料に載せていますけれども、見ていただければと思いますが、まあ、当事者の人が悩んでいるというのを聞きました。で、ジャストアイデアで証明書を出してみたらと、戸籍制度をいじる必要もないし、いいんじゃないということで勉強を始めました。で、ここが一つ、この次の発言が一つポイントになってくるんですけども、海外に行けば彼らのあり方は普通のことです、人権と強く主張するよりもそれが普通のことだという空気にしたい。このまあ普通というのはですね、どういう意味なのかというのは後ほどキーワードとして出てきますので、ぜひ押さえておいていただければと思います。まあ、そういう感覚で考えているということです。で、渋谷区では、まあ、渋谷発のカルチャーがいろいろあって、最近そういうブームがないんで、街の底力を上げていくためには、一つこの LGBTをはじめ多様な人たちが集まってくることで新しいカルチャーが生まれるんじゃないか、まあ、そういうまあ思惑、あるいはまあ目的、意図のようなものがあって、この条例というのがまあ発案され進められているということです。で、実はこの方は2012年ですね、3年前ですけれども、11月頃に、まあ、この丸の内朝大学というイベントの中でも似たようなことをまあ発言をしているということですね。ここも抜粋をしていますので、資料をご確認いただければと思うんですが、企業を巻き込むというやり方で、ホームレスが寝泊まりして児童公園として活用できなかった場所を、ナイキに働きかけてバスケットコートなどを整備してもらった。で、次のまちづくりのキーワードは、次のページいきますが、まちづくりのキーワードはダイバーシティで、パラリンピックが日本に来たら、それが普通になるかもしれない。乾燥しています、失礼しました。LGBT の人などもうまく活用できないかと、考えているということでした。この条例案をめぐって、ネット上のですね、change.org と、まあ、いうサイトで2種類の署名が活動が展開されています。で、1つがこの、まあ、渋谷区応援という活動ですね。まあ、この長谷部健さんとともにこの条例案を作ったり、まあ、活動してきた人たちが基本的には中心になっている、まあ、真ん中のこの松中さんという人が中心になっている、そういう動きですね。で、それからもう一つは、これに反対する動きとして、まあ、統一教会の関係の、まあ、会の方々が、渋谷が大変なことになりますという、まあ、反対の、まあ、活動を進めているということで、まあ、バックラッシュの動きと、まあ、端的に言えると思います。で、4点要点がありまして、簡単にご紹介したいんですが、まあ、個別で対応する、わざわざ、ね、証明書を発行しなくて個別で対応すればいいんだと、あるいはパブリックコメントやってなくて民主的じゃない、それから、法律婚なの、憲法に反している、それから、思想信条の自由を侵害する危険性があると、まあ、そういった懸念がありますよということで、反対の動きも出ているというのが現状です。で、
最後にこれは資料にありませんけれども、今のその区議会の状況ですけれども、3月2日に議会の中で今回の議会で審議されますよということが決まって、3月5日に総務区民委員会という、所管する条例を審議する委員会で審議がされました。でその後ですね、この条例に関しては直接は審議はされていませんで、いろいろ水面下の動きとか調整があるのかなというふうに思うんですけれども、次の、3月25日の、区議会で、区議会総務区民委員会で、委員会採決というのが行われ、その後翌週の3月31日の区議会本会議で最終的に、議場で、可決するか否決するかが決められると、そういう流れです。ですので、あとそれぞれ10日ぐらい、今月中にはその動きが基本的には決まってくるというような状況です。で、私の話はここまでとさせていただきまして、次はレインボーアクションの大塚から、このそもそも条例に至るまでのこの、セクシャルマイノリティの関係の団体なり、あるいは個人の動きというものを、紹介をさせていただきたいと思います。レインボーアクションの大塚と言います。ちょっとこれから話すことはですね、微妙な話になりまして、あとまだ遂行が十分ではないので、撮影をちょっとご遠慮していただけたらなと思います。もちろん目を取るとかは全然構わないので、よろしくお願いします。いろいろと偉そうなこと言いますので、一応私の自己紹介をしておきますと、フェミニストの方から入ってきた、活動家で、社会民主主義をやっておる活動家でもあるんですけども、本業は会社員をやっております。大学の頃から、フェミニズムやセクシュアリティの関係の、学習や活動を始めまして、ほぼ20数年やってますね。23年ぐらいになるかな、やっております。東京の、プライドパレードといわれる、いわゆるレズビアンとゲイが中心になって始めたパレードは、残念ながら初回は参加できなかったんですけど、2回から1994年5年だったかの2回からごめんですよね、ずっと参加して、実行委員なども務めてまいりました。時間がないので、ものすごい高速にやってください。10分でやる予定なんですけども、5分で分かるセクシュアリティの運動史ということで、近代のセクシュアリティの運動というのはですね、一番最初に火をつけたのは、これはもう分かってまして、イギリスの功利主義者のジェレミー・ベンサムという人で、この人がソドミー法を改正したというのが始まりです。この人というのは同性愛についても非常に理解的で、この人は功利主義 の最大多数の最大幸福ということを作った人ですけれども、セックスというのはその幸福の最たるものであるといって、異性愛であるが同性愛であるが非常に大切なものだということを言っていました。でここに ACB とか書いてありますけど、これ何かと言いますと、セクシャリティの解放運動については3つの潮流がありまして、自由を拡大していく方向、あと社会をより良くしていく方向、あと予防を充実していく方向というような ABC と分けられるものがあると私は勝手に分けました。でこの ABC というのは時に対立し、時に共同しというような感じで、いろいろと複雑に絡み合っております。もうそれが100年経っちゃいますけども、ホモセクシャルという言葉を発明した人がいます。ホモセクシャルという同性愛行為というのは病気でかわいそうな人なんですから、大切にしなくちゃいけませんよという、これヒューマニズムの方から来た考え方ですね。で、20世紀に入りますと、これは B、 社会をより良くしていくという方向になります。20世紀に入りますと、もう直ちに、いや病気扱いでふざけんなとかいう、病理化批判という言葉が出てきます。別に同性愛では病気じゃないぞという当事者からの意見ですね。あと、第一次世界大戦後のワイマール共和国というのは、人類史上始まって以来というぐらい自由な社会でしたので、ここでレズビアンですとかフェミニストですとか、あるいはトランスジェンダーの人たちが自ら声を上げて、初めての、セクシャリティの解放運動というのを作っていきます。それに対する反発というのも強烈で、次 B になりますけど、ナチス・ドイツは、あれは本当に病気だから、強制収容して治療してやらなきゃいけないんだと言って、同性愛者、男女の同性愛者と異性愛者は、強制収容所に突っ込まれて強制労働などをさせられます。本当はもっといろいろとひどいことがあるんですけど、あんまり言うと時間がないんで、次いきます。で、戦後になりますと、アメリカを中心に、公民権運動、黒人解放運動がありまして、それの影響も受け、それとも独立にもありますけど、フェミニズムの動きがあり、その両方の動きの、エンパワーメント、パワーアップを受けた同性愛者が同性愛者の運動を広げていきます。これは自由を拡大する方向です、間違いなく。それと同時に、やっぱり同性愛者ということが、マーケットになっていくというものも、飲み屋とかですね、広がっていきます。
そんな中で1978年まだあの HIV の騒動があまり大っぴらになってない頃ですけれども、 IGA という団体が発足します。インターナショナルゲイアソシエーション、ゲイの国際団体という、まあ、いろんな世界中のゲイの団体がの連絡会みたいなものですね。今ここは ILGA と言ってまして、レズビアンというのがあの略称に入ってますけど、まあ、正式名称はインターナショナルレズビアン&ゲイ&トランスセックス&インターセックス&バイセクシャル、バイセクが途中に入りますアソシエーションになってますけども、そういう団体ができました。で、これも需要拡大する方向です。で、1980年になってくるとエイズの恐怖というのが入ってきまして、で日本で初めてこれで、ゲイの運動、セクシュアリティの運動というのが起こってきます。その前にも東郷健さんという人がいたんですけども、彼はちょっと あまり世間に相手にしてもらえない感じでピエロ的な存在に終わってしまったので残念なんですけども、ここで南定志郎さんという人が IGA 日本支部というのを84年に作ります。これはあのやっぱりゲイ、HIV に対する恐怖から始まっているものだと私は考えています。で1990年代に入りますと、私もこの辺りから入ってきてるんですけれども、日本においてゲイブームというのが起こります。これはクレアっていう女性誌が火をつけたんですけれども、まあ、ゲイはおしゃれみたいな雰囲気ですとか、ゲイは別に差別される存在じゃないですとか、ゲイは、カニなどがいろんな方面の、ものが集まってゲイブームというのが誕生しました。だからこれは自由を拡大する方向と欲望を充実するという方向両方が入ってます。でその中でアカーという団体がありまして、これはあの IGA 日本支部から分離した団体なんですけれども、東京都青年の家というところで東京都の役人に非常に差別行為に遭うという事件があります。彼らはこれに非常に怒りまして裁判闘争を始めて、人権運動を起こしています。次いきまして、東京国際レズビアン芸画さんというと非常に、今まで続いているっていう日本のセクシャリティの運動では最も長く続いているものの一つであるものが始まります。現在まで24回、今では渋谷でずっとやってます。で1994年初めてプライドパレード、レズビアン芸パレードというのが始まります。これ最初の5分だよね、最初の3分、はい。で、これは最初新宿でやるんですけど、2回目以降は渋谷を中心に断続的に今まで続いています。でその3回目ですけど、その実行委員である人がいろいろトラブルがありまして、その壇上でなんとお前はレズのくせに何を言うのかというとんでもない発言をしまして、大変な騒動になりました。これで本当に当時のレズビアンとゲイの活動が完全に喧嘩別れをするような感じになって、未だにトラウマになっているということです。私も現場にいましたけど、私今まで生まれてこなかった貧血的な症状は2回しかないんですけど、そのうちの1回はこの時のそのセリフを聞いた時に本当にクラッときました。でこれで私はゲイブームは失速したと思っています。で、この時にこの南定志郎さんというのは実行委員をやったんですけども、 IGA 日本支部の、彼はちょっと陰謀論にはまってしまいまして、このパレードを妨害しようとするのは、男性売春産業が、男性売春資本がバックにいて、それで我々の自由のための戦いを妨害しようとするんだという、まあ、我々 A のために戦っているのに死の連中が妨害するんだという発言をしました。まあ、この磯貝さんというのも陰謀論大好きな人で、アメリカ軍が HIV を発明したんだという本を翻訳しているぐらいの人なんですけども、まあ、もちろん誰にも相手にされなかったんですけども、彼らはそういう認識でいました。でその後このパレードというのはもう2000年になるまで開かれなくなってしまいました。で97年赤の裁判は勝訴で決勝します。で2000年代になりますとパレード復活するんですけども、これは厚労省と、まあ、当時厚生省ですね、東京都の衛生局じゃなくてはちょっと忘れましたの全面的な支援下で行われたもので、 HIV の感染を阻止しようとするという目的で全面的なバックアップで行われていたものです。でしかしそのバックアップも十分なものではなかったので、なかなか継続的な開催ができないので、まあ、全部ボランティアベースでやってますからね、私も実行委員やってましたけども、なかなか続けて行われなかった。で2000年には GID 特例法というのがありまして、これもトランスジェンダーの中で GID という存在と、トランスジェンダーその他 GID ではないと事項を認識しているトランスジェンダーの分離を招いたりしました。あという言葉がこの頃に浸透してまいりました。それで2000年代もう一つ指摘しておかなければいけないのは、イスラエルがピンクウォッシングという悲観的に呼ばれる政策を取りまして、我が国は中東において唯一 LGBT を擁護する先進国であるという、だからテレアビブに来て皆さん観光してくださいみたいなことを世界各国、まあ、主に欧米と、あ、さらには日本ですね、でアピールをし始めたというのは指摘です。次の分です。頑張れ。はい。で2010年代も5分で終わらせるつもりです。でも6分ぐらいかかるかもしれないけど、
2010年というのはですね、3つの団体が誕生してますとも、我々の団体であるレインボーアクションの元になった石原都知事発言の同性愛者発言に抗議する有志の会というのもこの年にできました。これは明らかに自由のため の団体なわけです。その他に2つの団体ができ、もう一つの団体ができまして、グッドエイジングウェルズという、松永コンさんという人が作った団体です。ここが基本的には今に至るまでの渋谷区の流れのバックグラウンドを形作っていると私は考えています。彼は広告代理店の大手のところの出身の人で、その手法に長けていまして、今までなかなか企業からのお金を持ってこれなかったというセクシャルマイノリティの弱さをフォローしたという人です。で、2010では第7回東京プライドパレードという砂川さんという人が代表なんですけども、これが最後彼が代表のパレードがここで終わるんですけれども、これはさっき言ったように厚生労働省のバックであったんです。彼は個人的には他にも社会に対する自由を拡大する知見も持っていたんですけれども、お金の流れとしてはそういうことです。2011年にやりますと、あと我々のガリンバッシュに解消するというのはまあいいとして、統一小選挙がありました。統一自治体選挙で、私はゲイですと言って、立候補した候補が2人初めて当選します。長野区と豊島区です。今年2015年また統一自治体選挙がありまして、いろんな動きが起こっているというのはこれは無関係ではないことだと思っています。それで、2011年もう一つ東京レインボープライドという団体が設立されました。これ東京プライドと名前が そっくりなんですけれども、東京プライドの中にいた人たちが作った団体です。まあいろいろありまして一緒にやってられればと言って作った団体ですね。で2012年、そのプライドパレードが実行されます。ここで代表はまた共同代理2名が3名になってますけど、この2名と3名全然別の人で、非常に運営がうまくいきませんで、私も運営だったんで非常に責任はあるんですけれども、なかなかここら辺で、今に至る人たちは脅威を感じていたと、継続的な開催に脅威を感じていたという面がありました。でここで初めてだったらちょっと記憶が曖昧なんですけれども、昔の2010年にも参加しているような気もするんですけど、 LGBT 金融グループというのが参画します。ゴールドマンサックスとか何社かはあったんですけど、ちょっと今ど忘れしちゃいまして、そこら辺で、LGBT の当事者の人たちが、企業内サークルを作って、我々も何かできることはないかと言って活動している方々です。でその年、二大経済週刊誌、ダイヤモンドと東洋経済にて LGBT 特集、LGBT マーケットというのがあって、これは金になるぞという特集がありました。これもまた欲望を拡大する方向ですね。で本当にそのマーケットがあるのかっていうのは、まあ、疑わしいところはあるんですけれども、そこにお金を持ってくる人もありました。まあ大体これ男性ゲイが中心だとは思うんですけれども、まあ少なくともあるということが言いました。で、東京プライドパレード中心、レインボープライドができて、レインボープライドが成功しまして、しかもレインボープライドに対して、もう構成あとこの時代表をやっていた人がもう活動が外れちゃったんです。名前言いませんけど、体を壊したということでプライドをパレード中心になりました。でその翌年になりますと、東京レインボーウィークというのが突然生まれます。これは私東京プライドっていうレインボープライドの中にいたんですけど、全然聞いてませんで、ごく少数の人によって、組織されたものだと私は思っています。これは東京レインボープライドが4月に行いますので、その前後で、いろんなやつをやろうっていう、いろんな行動をしようということで、始まったものです。で、まあ、そのレインボーウィーク中に東京レインボープライドパレード第2回が開催されます。ここでイスラエルとアメリカ大使館が参加するということになって、そのピンクウォーシングに、積極的に加担することになってしまうという指摘があります。今日ちょっとお土産に、皆さんにもお渡しした日本のゲイパレードのあり方という文章があるんですけれども、これは今アメリカに留学されている関西出身の在日のゲイの方が書いた、2年前に書いた文章です。2年前に書いた文章ですけど、未だに最先端というか、日本の現状はこれよりも今や後退していると私は思っていて、ちょっと情けない限りですけど、非常にいい文章なので、ぜひ皆さん時間があったら読んでください。字が小さくて申し訳ありません。その後、新潟東京プライド解散、東京プライドパレードをやっていたんですけども、前年のパレードが中止になりまして、厚生労働省とかも、もうこっちのプライドパレードでいい、レインボープライドでいいじゃないかみたいなことで相乗りを始めたので、存在意義がなくなってしまったということですね。でちなみにこの東京プライドの最後の代表だった人は、今NPO の HIV 関係団体の、代表をやってます。で、2014年になると、厚生労働省が HIV 啓発予算を削減してくるような問題が起こってます。まあ、兵庫県議がゲイに対するそんな性病の予防関節、予防安全するよりは、
あのがんの予防に力を入れるべきだみたいな発言をして、まあ、非常にあの一部で報道されたようなこともありました。でいろんなHIV 啓発のためのスペースがあるんですけれども、東京、横浜、大阪、名古屋、福岡、ちょっと忘れました、すみません、ごめんなさい、にの予算が削減されて、その存続が危うくなって、まあ、自主運営に追い込まれるなど の弊害も出ています。で、またパレードが開催されたんですけれども、このパレードにはあの総理大臣の夫人が参加されたりしました。まあ、今年になりますと、まあ、渋谷区で共同参画パートナーシップ条例案が出るということで、この A と B と C のせめぎ合いがずっとこの前起こってきまして、この渋谷区の共同参画というところはもちろん自由を拡大するという面がありまして、全く意味のあることだとは思うんですが、その背景にはこの欲望を拡大する資本の動きというのがあるということを指摘して、この間の流れについて説明を終わらせていただきます。すいません、早口でちょっと分からなかったと思いますけど、後で質問してください。ありがとうございます。大変詳細にまた早口でご説明いただきましてありがとうございました。まあ、分からない点などありましたら皆さんご質問用紙お手元にあると思いますので、また後で聞いていただければと思います。